前を引いた先研究機構という、最近ちょっとあまりよろしくないけどニュースにもなったと、ね、おられるかもしれませんが、そこで働いております、かなと申します。本日はですね、皆さんありがとうございます、ね、この、私の本の出版記念講演をやっていただきましたので、今日は、これの中からですね、特にそのトピックスとしてちょっと面白げな暗黒物質、面白いというかちょっとタイトルからしてちょっと怪しげなんですね、韓国武装する、それをダイジェスト版みたいな感じでちょっとお話をしてみたいと思います。これはもともとこの初めにというふうに持っておりますけれども、東京カルチャーカルチャーというところでドライバーにあるところですけれども、そこで、4回シリーズでこのまさに1章から4章1、2、3、4章までを講演をした、それをまとめたものですね。で、講演したやつを録音して、それを編集室さんがするんだという、僕はほとんど何もしてないという、それだけなんですね。ですから、第3回のやつも、元の今日お話するやつも元になっているのは、これの第3章公演ですけども、それについて、ダイジェストでお伝えしながら、ちょっとお話をしたいと思います。で、ですね、ここは、声を出すと、どこでも聞こえるぐらいの、すごい、ちょっと後踏んだな、スペースですから、何か疑問にあることとか聞きたいことがあったら、いつでも僕が話してる最中に声を聞いていただいて結構ですので、何でも聞いてください。全然関係ないこと聞いてもらっても構わないので、では行きます。そうですね、今日はテーマ暗黒物質というのがブログ入って見てみましたけれども、暗黒物質そもそも何かという話からお話します。そもそも暗黒物質というのは、最近ニュースなんかでも取り上げられるようになったんですけど、そもそも暗黒物質というものが宇宙に満ちている、なんか謎のものが満ちているというのは、どこからその発想が思い出たのか、なんでそんなことを思いついたんですかって。暗黒物質はね、最後が結論になるんですが、よくわけのわからないものがあって、それが宇宙を満たしているという話なんですけど、誰がそんなことを思いついたのということです。そのお話からしていきたいと思います。まずね、ちょっとあまり言うのがストレスの年齢が若い人には何のことかわからないと思うんですけども、なぜ空は落ちてこないのかという話です。まず最初、よく皆さん聞いたことがあるかもしれませんが、アイザック・ニュートンというおそらく世界で初めての物理学者としては世界で初めてだと思います、この人が。それ以前の人っていうのは、学者と物理学者とか魔術師か、なんかどっちかわからないような感じの人が多かったんですけども、本当に学問として物理学を作ったのは多分この人が最初なんですけども、この人はね、よく言われるのは、この本のタイトルとかありますが、タイトルとか表紙になってますが、リンゴの絵が描かれてますね。よく言われる伝説では、リンゴが落ちるのを見て万有引力を発見した、そんなリンゴ落ちるので遠慮力発見できないんだったら、青森の人とかものすごいスポーツが発見そうなわけですね。そう簡単じゃないんです。実はこれは後で作った実はお話で、本当は彼はそれを見て遠慮力発見したんではないんです。彼はむしろそうではなくて、その例えば空を見た時に月だとか星だとか、そういう天体がなぜリンゴのように落ちてこないのかということを考えて万有引力を発見したんですね。正確に言うと、万有引力を発見したというよりかは、運動の法則、その世の中がものが従うその運動の法則というものを発見したんです。で、彼がそのすごかったのは、その何がすごかったかというと、リンゴと天体、月とか太陽とか星とかが同じ法則に従うべきだろう。だからリンゴ落ちるんだったら月だと落ちてもいいはずだろう。そういうことに着目したのが彼は素晴らしいところだった、ね、それまで人類に着目する人はいなかった。で、じゃあなんで月とかああいう天体は落ちてこないんでしょうか。彼の結論はこれです。簡単に言うと、動いてるからです。そう、落ちない。例えばここに地球があるんです。で、ここにその地球の周りを回ってる、何でもいいんですが、天体があるとしましょう。これが普通だったら落ちてくるんですね。なぜなら重力が働いてるからです。ところが、この天体がもし必死な感じでこう動いてた、落ちないように必死で飛んでたら、それがうまいことをバランスして落ちないようになる。
つまり人工衛星、これはで言ったらまあ人工衛星ですが、人工衛星はなぜ落ちないか、落ちないように必死に飛んでるからです。必死なんです。つまり重要なのはね、これはあの後でずっと出てくるのでご覧いただきたいんですが、重力が働いているところでは必ず必死に運動している、宇宙あるいは必死に運動している天体があれば必ず重力が何らかの形で働いているんだと、そのことだけは頭に入れていただくといいと思います。で、ニュートンというのは、ね、いきなりこれを思いついたというわけではなくて、あのその前の元になったのがこのケプラーという人があのもまとめたあのそういうあの、天体、この人はケプラーはどっちかというとあの天文学者ですけどね、天文学者なんですが、この人がまとめた惑星の運動というの、それを見てはっと思って、それであの運動の法則を作ったんですね。ケプラーいなかったらニュートンはまとめられなかったんですけども、でケプラーの法則っていうのは、まあ、あの3つあって、これはあの 学校とか高校かな、中学か高校かやると思うんですけども、惑星っていうのは太陽を焦点の一つとした楕円軌道の上を公転している、まあ、地球なんか円軌道に見えますが、あれはほとんど円に近い楕円軌道です。で、惑星の公転運動において面積速度は一定である。で、まあ、第三法則はあの惑星の公転周期の2乗は、公転軌道の長半径の3分の2ですから、難しいこと書いてありますが、これどういうことかというと、2と3は実は元あの似たような話なんですね。で面積速度というのはどういうことかというと、楕円形の絵を描いてみました。でえらいあの歪んだ楕円形の軌道ですけれども、地球はもっと丸い円軌道に近いです。ところが、遠い星、例えば冥王星なんていうのはかなり楕円軌道に近いですね。でさらにもっと外側にある彗星、ハレー彗星とかがありますけども、彗星なんかは本当にもっとこれよりももっと平たい感じあの楕円形。この時に、左側の部分というのは近い、太陽に近い部分ですね。で反対側というのは太陽よりも離れたところだったんですが、この時に速度が違うという話なんですね。それがまあ第二法則です。で近いところはすごく速く動いて、で離れているところはゆっくり動くということなんですね。ハレー彗星なんか70何年かけてあの太陽の周りを回るんですけども、あの残念ながら地球の近く、つまり太陽の近くに行くときはもう一瞬で通り過ぎちゃってしまうんですね。ほとんど70何年間のほとんどはこの遠い軌道のところをもそもそ動いているということで、近い方が速く動くんですね。これをもとにあのこれを見てあの、はい、ニュートンはですね、あの核運動量保存則というのを考え出すのがここからで、皆さんフィギュアスケート、これちょっと下説ネタで、フィギュアスケート、あのフィギュアスケートっていうのはなんかあの、まあ、あの僕はそのスケートとかあの滑れませんが、あのうまく滑れませんけども、あれっていうのはあの回転の、スピンっていうとものすごい速度でスピンしますよね。なんであれどっかに捕まってくると力入れてあの回ってるわけでもないのに、なんであんな速度で回れるのか、皆さん考えてみますか。これね、ちょっとねこういうものこの映像、これがスピンしている映像なんですが、ちょっと分かりにくいんですけど、分かりますかね。これはね、つまり、どうしてるかというと、最初に、回転を始めるときっていうのは、まあ、速度は遅いわけなんですけど、そのときは、手足が長い距離に広がってるんですね。それをその広がった手足を中心方向に引き寄せるとこの惑星と同じ、中心に近いところは速くなる、それで速度が速くなる。だから別の途中で何か加速してるわけでもない、あの何か力を加えて回ってるわけでもないんです。普通に単に回ってるだけなんだけども、手を縮めるだけ、それだけでぐるっと速く回る、それがまあ核運動ですね。で、全然関係ない話、あのまあ今日はあの真面目な本はこっちで読んでほしいですけ、ね、まあ余計な話今日は面白いと思ってるんですが、ですね、このケプラーという人は実は、自分で天体観測をした、まあ、したことはしたんですけども、実はほとんどは自分の師匠が残したデータを解析しただけなんです。でその師匠っていうのはこのティコ・ブライという人ですね。でこの人が、あのこの人はですね、あの当時 の神聖ローマ帝国のあの皇帝のルドルフ2世にものすごい好かれててですね、で天文台まで作ってもらった
ね。でそのおかげでもう年がら年中ずっと観測してて膨大なデータを貯めたんですが、あまりにもデータたくさん貯めすぎて生きてるうちに解析できなかったんですね。フュージョンでそれでこの人の膨大に残ったやつをまとめてさっきの法則を築いたのがケプラだったわけです。でこのティコブラーエっていうのは実はそれだけの天文学者で当時もう最高の世界最高の天文学者だったんですが、天動説の人だったんですね。天動説旧戦法、天動説っていうのはあれですね、要するに太陽の周りを、全ての天体が回っている、ごめんなさい、地球の周りを全ての天体が回っているというのが天動説ですね。で今現在我々がそうだと思っているのはそうじゃなくて、地球っていうのは我々が住んでいる地球っていうのは天体の一部であって太陽の周りを回っているに過ぎないと思っているんですが、まあ、昔の考え方としては我々が世界の中心に決まっているじゃんみたいな感じで世界が我々の周りを回っているという考え方ですね。で当時はもちろん神聖ローマ帝国ですから、その教会の力が大きいですから、その考えの方が好まれたというのがあるんですが、実はティコブラエは聖書に書いてるからそうですとかそんな理由で天動説を支持してたわけでは全くない。実は彼は証拠を持ってたんです。天動説の証拠、と思うかもしれません。彼は、ものすごい頭の方がこういうことを考えてるんですね。例えばこれは地動説の場合、太陽の周りを地球が回ってる場合、この時に例えば夏と冬だったら太陽に対して地球は正反対の位置にあるはずですね。地球の場合でそこにある右上にある星、これを観測したとしましょう。すると夏と冬とで見える角度違うじゃないかと。違うはずですよね。夏と冬で違う位置にいるんだから、もし地球が動いてるならですよ。でこの、角度、この角度の正確にはこの角度の半分の角度なんですけども、これを年収視差というんです。1年間で その見える位置の差ですね。これが観測できるはずじゃないかということです。で彼はいろんな天体についてこれを測ったんです。としたところ、この年収視差は全く観測されなかったんです。で観測されなかったら、じゃあ差がないやということは地球は動いてないんですというふうな結論。ところが実はこれは、現在地球が動いている一番の証拠なんです。なんで地球が動いてるんですかって年収視差があるからですっていう結論で、なんで彼の着想は非常に素晴らしかったんですけども、人類で最初にこのことに気づいたんだけれども全く逆の結論を出してしまった。なぜか、それはこれなんです。これは地図の博物館というのが、地図と測量の博物館というのがですね、僕の住んでいるつくば市にあるんですね。国土地理院があります。国土地理院の中に無料で入れる博物館です。で国土地理院のある博物館というのは、ね、いいですよ。なんかお客さんが少ないんですよね。人気ないですからね。美術館と違って全然客もおらへんです。でだからもう見るから写真撮ってるけど誰もいないでしょ。僕しか客いないっていう、非常にね、なんか一人で独占してるような気持ちになってすごく楽しいと思うんですけど、ここもお客の抜き少ないですけども、そこにですね、当時彼が観測した天体観測装置がここにあります。これは分かりますかね。筒が入ってますね。筒に分度器がついてる、それだけのものです。望遠鏡ですらないんですよ。望遠鏡っていうのは彼の持ちのガリレオ・ガリレイが発明したなので、実は望遠鏡ですらなくて単に筒なんです。筒でその筒の真ん中に来るように、星が真ん中に来るようにこう位置合わせして、その時の分度器の値を見るとか、こういう原始的なものを見たんですね。ちなみにですね、シリウスというのは星の中では一番明るい星です。で、多分だからティコブラエはシリウスも観測したはずです。でそのシリウスはこの年収視差は何本なのかというと 0.0001 度、1万分の1度。このなんか筒に分度器がついたみたいなやつでこんな角度測れるわけがないですよね。そう、だからティコブラエが全く逆の結論を出した理由はこれなんです。つまり、ね、これは非常に重要なことを、実は余談なんですが重要なことを言いまして、着想が全く正しくても観測技術が大した技術を持ってないと全く逆の結論を出してしまうこともあり得るということなんです。着想はすごい素晴らしい。で後の時代になって、あ、実はこれすごい着想だったねって、それで後でもっと精度よく測ると本当に違う結論を出してしまってということもあり得るということなんですね。以上です。
常に悲しい話なんですけどね。今では天体の近い天体を最も正確に測るのはこの方法です。これは三角測量の方法なんですね。これは最も正しい天体からの距離の測定法になります。それで、ですね、戻っちゃった。さて、そんな話を、余計な話したところで、そのケプラーの話で、こんな話しました。先ほど、なんかフィギュアスケートとかの話を見てもらったのは、こういうことを頭に移動したいと思います。惑星の回転速度。ここに惑星が赤、緑、青の 3つの惑星が書いてあります。この惑星が、回るとき の回転速度はどうなるか。先ほどのフィギュアスケートもよく覚えておいていただくと、近くにある方が速いんですよね。遠くにいる方が遅いんですよね。そうです。ですから、もし仮に、でこれを数式だとこんな感じです。数式なんか頭に入れなくてもいいんですけどね。距離が遠ければ遠いほど遅いんですよ。それでもしこれをグラフに変えたらどうなるかというと、グラフはこんな感じ、赤いやつが速くて青いやつが遅い。線を引いてみるとこんな感じで、なんかちょっと半比例のグラフに近いので、ね、こんな感じでだんだんと遠くになるほど速度が落ちてくるようになります。ここでですね、ある時銀河の構造、銀河の速度、回転速度をこれが20世紀になって測れるようになってきたんですね。そのお話です。で、ね、銀河、これ一番典型的な渦巻き銀河をちょっと持ってきました。で銀河っていうのは、この絵の通り、写真の通りですね、真ん中あたりが明るくて、で端っこに行くとなんか薄いようになりますが、これは一つ一つが恒星ですので、真ん中が明るいということは恒星がいっぱい集まっているということです。そして端っこの方が色が薄いということは星がまばらになってきている。でこの真ん中の部分をバルジと呼びます。膨らみということですね。そして、周辺をディスクというものすごい単純な名前がついてますけどね。こんな感じの構図になります。そして銀河の質量のほとんどは、この輝きのほとんど、恒星のほとんどはこのバルジに集まっているということが分かっています。さてこの銀河の回転速度を測ってみましょう。で普通に測ると考えると、まず考えられることは、ちなみにこれ測った人がベラルービンという人。これは女性です。ベラさんという人なんですけどね、この人が銀河の回転速度を測ってみたんですね。どれぐらいで回転してますか。で回転速度ってじゃあどうやって測るのって、銀河なんてものすごい遠いところにありますよね。で実はこれを測ったのは、これはですね、こういうものを使ったんですね、天体の速度と光の波長ということで、これはですね、天体から来る光が、例えば止まっているものから光がやってきたのに比べて、近づいているもの、近づいている天体、我々から見て近づいている天体から出る光っていうのは、ちょうど光っていうのは、光っていうのは音と同じで波ですから、それがギュッと光の波長が圧縮されて波長が短くなるということが知られているんですね。これをドップラー効果と言います。そしてあるいは遠ざかっているものであれば、この波がギュッと引っ張られて、それで波長が長くなる。これによってその元々の波長からどれぐらいずれてるかで、近づいてるか遠ざかってるか、あるいはどれぐらいの速度で近づいてるか、どれぐらいの速度で遠ざかってるかっていうのが分かるんですね。で、これドップラー効果と言います。でこれは皆さんこれ救急車って書いてありますけど、光っていうのはねあんまり分かりにくいと思うので、例えば救急車近づいてきたらちょっと青く見えたとかいうことはないですよね、皆さん。ところがね、何ですか、音だったら皆さんも体験してると思います。音を出しても、例えばこれ救急車なんですけども、救急車が止まってる時の音に比べて近づいてくると高い音になってくる、遠ざかっている時は低い音になってくるというのはまさにこのドップラー効果ですね。これが光でも同じのが起こるということで、例えば銀河から来る光が、銀河から来る光のスペクトル線というのが、これがその遠ざかってるか近づいてるか、あるいはどれぐらいの速さかっていう、その速さによってずれるんですよ。でだからそのスペクトル線のずれを測定すると、その星がどれぐらいの速度で動いてるかっていうのが分かるということですね。でそれをもとにこのベラルービンさんは測ったということですね。で普通に予測されることはこういうことです。つまりバルジにほとんどの星が集まってるんだから、やっぱりこの真ん中あたりの銀河の、バルジ近くの方が速い、ディスクの端っこは遅いだろうと。でこんな感じかなと推定したんですね。ところが実際には
全然違ってたんです。つまり端っこの方に行っても速度が落ちてなかった、おかしい。で中心から離れても速度変わらない。で一つ考えられるのはニュートンを間違っていた、間違っていたっておかしいんですが、太陽系ぐらいまでだったらニュートン の, あ, のあれ式は正しいんですが、もっと大きな銀河とかで成り立ってないんじゃないかという考え方もあります。あるいは実はですね、銀河の質量はバルジに全部集まっていると思ってたけれども、そうではなくてこの見えない点々で囲んだところにもっと見えない何か質量があるんじゃないかという考え方。どっちか、ニュートンが間違っているか、あるいはここに何かあるか。でおそらく、でちなみにここの部分はハローですね。ハローというのはちなみに五行という、五行というのは仏教とかありますよね、後ろで五行が指しているあの五行なんですけども、ここに何かある。で普通物理法則というのは大きくなったら成り立たないとかいうのがあんまり理由がないわけですから、多分おそらくここに何かあると考えた方が自然だと。これが暗黒物質です。暗黒物質を最初に考え出したのは何でかって言ったら、そうじゃないと成り立たないからなんですね。この物理法則、ニュートンが正しいと思うと絶対に何かあるわけです。でちなみに、それは、ベラルビンさんっていうのが20世紀の半ば頃に、そういうのを気づいたんですけども、それより以前にスビッキーという人ですね、もっと大きな方の銀河自体の回転ではなくて、銀河が全体としてこう飛んでいく、その動きを観測したんですね。でこれは銀河団、髪の毛が銀河団の写真ですけども、この髪の毛が銀河団の中に銀河がいっぱい、銀河がいっぱいの銀河団です。この銀河のお互いの動きを測定したんです、まあ、やっぱり同じくドプラ効果が測ったんですね。そしたらこの銀河団全体の質量が分かるだろう。一方でこの輝きの明るさを見れば、星がどれぐらいあるかって、何個太陽にして何個分ぐらいあるかとかいうのも計算できる。でその2つを比較してみようということですね。で、さっきも言ったように、運動とその質量っていうのは常に表裏一体。星が、天体が動いている、つまり質量がある。質量があるっていうことは天体が動いている。ですからこれ、その相関関係を使えば必ず計算できます。それで、運動から計算した考えられるここに存在する質量と、明るさから考えた太陽何個分の明るさですという、そこから計算した質量を比較したところ、なんと全然合ってなかったです。で2倍違いましたとかそういうレベルじゃなくて、桁が違ってたんです。何桁も違ってた、全然合ってなかったで、それでこの人は当時暗黒物質という言葉がなかったので、ミッシングマスという質量がどっかに消えているというふうに思った、ね、でだから実はこの人の方が暗黒物質を先に気づいた。ちなみにこのツビキスキーさんというのは、もう顔見たら分かりますけど、なんかすごい頑固な怪しくなりますね。でこの人ね、頭いいんですよ。ものすごい頭いいんですね。こういうことを やって考え出した人なんですか。頭いいのそうなんですけど、頭いいので なんていうのかな、頭の悪い人が嫌いなんですね。頭のいい人は大体そんな感じですね。頭の悪い人はすごい嫌いです。で、この人は皮肉とかを言うんですけども、ジョークをね。それで、その中でよくこの人が一番気に入りだったのが、球形のバカ者っていうんですよね。球形の愚か者。球形っていうのは丸い、球ってね、球形の。で、球形の愚か者はどういう意味かっていうと、球形ですから、どっから見ても愚か者だっていうらしいんですよね。面白くなんともないんですけど、これはフリッツ・ツビスキーっていう名前から見て分かるように、ドイツ系ですね、スイス人ですけどね、ドイツの、ジョークっていうのは全然面白くない、ね、よく考えられるけども面白くない。ドイツの階段、皆さんがドイツの階段とか、こんなことありますか。ドイツの階段とか、本当になかなかいい味わい深いですよ。怖くもなんともないんですよ。で、すごいよく考えられてるけれども、怖くないんですよ。ちなみにドイツで一番ドイツ的な妖怪というか怪物というか幽霊というか一番怖いものというのはドッペルゲンガーというものですね。自分と同じ姿したものがいる。そんなに怖いですか、ね、うーんとか思いますよね。あったとしてもね、彼らは一番それが怖いらしいですね。ドレスニーというのはそういうところがあるんですね。
さて、ということで、これは今さっき銀河の中に暗黒物質が詰まっているという話ですけれども、それとは別に銀河と銀河の間にも暗黒物質はどうもあるということが分かってきたわけですね。さて、暗黒物質以外の解釈というのはちょっと時間がないので飛ばします。でこれもちょっと飛ばしましょう。さて、重力レンズ効果も飛ばしましょう。重力レンズ効果というのはちなみに、これもこれは第1章の載ってますから、ぜひとも皆さん読んでください。これは相対性理論、一般相対性理論の帰結なんですけどね。一般相対性理論がニュートン力学と違うところ、決定的に違うところが一つあります。ニュートン力学では、例えば重力の解釈というのは、ある物体間、質量のある物体間に重力が働いて、それで引っ張られるんだという話ですけれども、相対性理論はそうではなくて、質量があるところは空間が歪むんだ。その空間が歪むから物質はまっすぐ進めなくなって、まるで引っ張られているように感じるんだと。これの決定的な違いは何か。もしニュートン力学であれば正しいとすれば、質量のあるもの同士しか重力は働かない。質量がないもの、例えば光なんかは重力を感じない。ところがこの空間が歪むという解釈であれば、ある質量があるものの近くを光が通った時にキュッと軌道が曲がるはずなんです。光ですら重力を感じるはずなんです。でそれをまあ測ったのがこのエディントン教授ですけれども、本当に曲がるというのを測った。これは光が曲がるので重力によって曲がるから重力レンズ効果と言われているということですね。ちょっとこれはパッと出しますけどね。でですね、最近は望遠鏡も宇宙に飛ばすことができるようになっています。僕の子供の頃はそうなかったんです。地上で測ってたんですけど、宇宙に飛ばすと大気の影響とかがなくなるので非常に精密に測るレベルです。ちなみに皆さん地上から見て星ありますね。星ってよくどれぐらい皆さんよく見えるか分かりませんが、星の輪郭って見えないんです。分かりますか？あれはね、星は常に滲んでるんですよ。よく見たら。どんだけあれ解像度のいい写真で拡大しても絶対滲んでるんです。その理由は大気があるから。大気のおかげで光がこう滲んだような感じで輪郭ができない。それに比べて宇宙に行くと大気ないですから輪郭とかがはっきりするということで、この天体観測は宇宙でやるのが一番よく見えるんですね。で、そういうので、その望遠鏡を見ると、その重力レンズ効果がどれぐらいあるかっていうのから、宇宙のその各所の質量分布というのは実は測れるんです。重力レンズ効果を使う。でこれちなみに銀河の銀河団なんですけど、端っこの方とかなんかえらい細長い銀河あるんですよ。あれは本当にああいう形の銀河があるわけじゃないんですよ。普通の渦巻き銀河。ところがその銀河と我々の視線の間に巨大な質量があるために歪んで見えてる。だからこれが重力レンズ効果というやつですね。それを使うと大体どれぐらいの質量がこの目の前にあるかっていうのが分かるということですね。ちなみにですね、この重力レンズ効果のこの画像を探そうと思って、僕はググってて画像を探したら、重力レンズ、グラビティレンズを調べたら、そうだ、これは持ってきてない。持ってきてないです。あ、じゃあいいです。ちょっと置いてきました。後で出てくるの。ちょっと持ってきたつもりです、はい。それで、その重力レンズ効果を、利用して宇宙の質量分布を、測定できる。でそれは別に星があるからどうのこうのじゃなくて、重力レンズ効果だけを考えたらそこに質量がないとおかしいというものから分布を考えてみると、実はですね、これがその右側が立体的な絵、左が平面の二次元のようですけども、こんなちょっとなんか生姜みたいな塊みたいな感じで、一様に分布しているというよりかは、なんかある塊がで存在している。ちなみにこれは全然星の分布とは全く違うんです。左側は星の分布と重ねたものです。この赤いのが星の分布です。で、青いのが重力レンズ効果から考えた質量が固まっていると思われると思うんです。つまり全然合ってない。だから星以外の何か質量があるっていうのもこの重力レンズ効果でも分かるんですね。で、暗黒物質の量なんですけれども、ですね、暗黒物質の量についてちょっとお話しします。ですね、時計が来ないので、どれぐらい喋ったか。暗黒物質の量ですね。暗黒物質っていうのは、ですね、量は、宇宙全体でどれぐらいあるか。
まあ、さっきみたいに一つずつ重力レンズ効果とか銀河団の動きとかを調べて一個ずつ調べる方法もあります。そうすると、まあ、全体の分布のマップも出ます。それとは別に、宇宙論を使うと宇宙にはどれぐらいの質量がないとちょっとこの困るという話。つまり宇宙論というのは宇宙ができてから今までの進化するのをどういうふうに進化したかという、そういうふうな理論なわけですね。でもし質量が十分でないと今の宇宙みたいに発展してないというのも計算でできるわけですね。でその計算からどれぐらいないといけないかと、欲しいか、その必要量が出るんですね。でこれもここで載せてますので、これ臨界密度多分第2章で出てくる、第2章で出てくるんですけども、その宇宙がちょうど望ましい値、この値だったら最高という値が臨界密度という値です。この臨界密度とぴったりだった場合、それ以上だった場合、それ以下だった場合、宇宙がどうなるかっていうのが今では計算してシミュレーションするということです。でそこから考えると宇宙はこの今現在140億年ぐらい続いている宇宙が続くためには、この臨界密度と言われる値ぴったりじゃないと困るんです。困るということが分かる。だから多分ほとんどの世の中のほとんどの宇宙の物理学者はもう臨界密度ぴったりだろうと思ってるんですね。そうじゃないと困るからですけども、ですね、この辺のところです。でもし臨界密度ぴったりだった場合、じゃあ暗黒物質はどれぐらいないとその臨界密度ぴったりにならないかという計算をちょっとしています。その前にですね、まずは、我々の近くでは暗黒物質どれぐらいのか計算しています。これは実は、先ほどのベラルーミンさん の, 測定からだいたい我々のいる銀河のこの辺はどれぐらいかというのが計算できるんですね。するとですね、地球近辺、地球と同じ体積分切り取った場合に暗黒物質はこれぐらいです。 500g 程度です。やはり少ないですよね。で実は地球の体質量というのはこれぐらいあります。それに比べてやはり少ないんですけども、実はですね、これは地球という非常に特殊な部分を見てるからそうです。宇宙ではね、地球みたいに物質が固まってるところってまあないんです。ほとんどないんです。だからこういう特殊なものを見ると暗黒物質とそれ以外の普通の我々が体を作っているような物質だったら我々の物質の方が勝つわけですね。ところが宇宙全体でもし全ての天体をぐちゃぐちゃに砕いてですね、平均的にならした場合、ならしたとしましょう。それで、その平均的にならした上で1立方メーターの空間を切り取ったとします。そしたらどれぐらい物質が詰まってますか。普通の物質、我々が体を作っているような物質と暗黒物質、どれぐらい入っているかというと、これはですね、陽子何個分というのを換算すると、通常の物質は 0.2 個分ぐらいです。宇宙全体でね、地球みたいに固まっているというのは非常に特殊なことですね。それに対して暗黒物質は 1.4 個分あります。だから暗黒物質の方が明らかに多いんですね。ところで皆さんね、これも本日ちょっと大変なんですが、皆さんそろそろ消費税が上がりますよね。消費税ってあれあんだけみんなから反対されてて、消費税を上げるぞ言ったら選挙だって負けるはずなのに、なんでそれでも消費税って上げると思いますか。絶対に何としても消費税って上げようとしてますよね。あれはね、消費税というのが税金の取り方というものに基本に最も忠実な税金だから、税だから、ね、つまり貧乏人から取れと言いましたね。薄く広く取りなさい。なぜかで税金で言ったらね、金持ちなんかいっぱい給料もらってるんだから多少取ったって大丈夫なんだから金持ちから取った方がええやんかと思うでしょ、正直でしたね。ところがね、世の中にね金持ちっていうのは本当に少ないんですよ、数が。だから金持ちから絞ろうと思っても大した量絞れないんです。それに比べると一般人っていうのはものすごい数だけいっぱいいますから、そこから絞るとちょっとずつ絞っても量としては莫大な量になるんですね。それがこれなんです。つまり暗黒物質っていうのは薄くしか分布してない。でも宇宙全体で見ると薄く広く分布してるわけだから、全部集めると結構な量になる。それがこのポチ。それに対してこういうリッチなもの、地球のようなリッチなものというのは一見すごいものが詰まっててリッチなように見えますが、めったにないんです、宇宙に。それが、まさにこの金持ちと庶民の話ですね。
だから暗黒物質はここ重要なんですが、宇宙全体にまんべんなく分布しているということが、ここがまあ暗黒物質の強みなんです。さて、そこまで暗黒物質の話をしたところで、これまで一度も それって何でできているかとか正体について話しませんでしたが、それについてちょっとお話しましょう。暗黒物質はぶっちゃけ何ですか。で、一つ分かっていることはこれです。光を出さない、あるいは出しにくい物体である。つまり太陽のような光、太陽とかあれ太陽型の恒星のような光をバンバン出しているものっていうのではないわけですね。それだったら暗黒じゃないんです。もうすでに発見されているはずなんです。発見されてないということは光を出せないということですね。実はね、なので、実は恒星のように、ように光ってない物体でも何らかの質量を持っている物体はマッチョというふうに呼んでいます。マッシブコンパクトオブジェクトというですね。で、まあ、例えばブラックホールだとか中性子星だとか褐色矮星だとかこういうのはなんですが、まあ、例えばね、我々も実は暗黒物質です。地球っていうのはなんかすごい明るく輝いてるように見えますが、太陽に照らされて光ってるだけで、太陽から遠く離れたところから見たら真っ黒なんですね。だから他の星から見たら我々もこのマッチョの一つにはなります。だから、こういうものが一つの候補です。ただ、それで一応我々は探してみたんですが、我々じゃない、かつて天文学者というのは探してみたんですが、マッチョっていうのはないか。で、重力レンズ効果を使うとその塊になっているものが大体こう測定できるんですね。ところがどうも数として全然少ないということです。これもやっぱり特殊なんですね。だから税金集められない。そこで、またその銀河の暗黒物質、さっき、なんか地球付近で 500g って言いましたが、それ全部足しても宇宙全体としてはまだまだ少ないので、こういうその何らかの輝いてない天体だと考えるのはちょっと無理があるんですね。で、やっぱりその先ほどに戻るわけ、薄く広く何らかの形で分布しているものが一番いい。そして考えられているのが素粒子。素粒子というのは、まあ、全ての物質の元になっているもの。素粒子の方で削るのはこちらの方で、これは、皆さんの体はその素粒子が固まって皆さんの体になっているわけですけど、その固まる以前の状態で実は存在してるんじゃないですかっていうのがこれですね。ここはね、ですね、一つは、これまでさっきも言ったように光と反応しちゃいけませんから、電気的には中性である必要があります。で、他の物質と反応してるともうすでに発見されてるはずですから、反応してないものが望ましいです。ということで、大体考えられてる候補が2つあります。一つは、これは何で分類しているかというと、単に速さでだけ分類しています。ホットダークマターというのは速い、要するに反応性乏しいだけれどもすごく速く動いている。一方でコールドダークマターというのはすごい、ゆっくり動いている、まあ、両方とも反応性乏しいものが乏しいですね。で、ホットダークマターの一番の候補というのは、一つはニュートリノになります。で、コールドダークマターの候補としては、まあ、いっぱいあるんですが、有名なものとしては2つ、WIMP とアクシオンというものから、それぞれ何かというのをちょっと話してみましょう。WIMP とアクションというのはすごい対照的で、両方とも遅い、あまり動いてないものですけども、WIMP の方は重い、アクションの方は軽いという差があります。で、WIMP っていうのは、ウィークリーインタラクティングマシンパーティクルっていうのの略ですから、これは名称ではないですね。名前としてはニュートラリーノが一番の候補だと言われています。で、ニュートラリーノとアクションでこれだけ大きさが違うんですね。皆さんの体を作っている陽子を基準にした場合に、ニュートラリーノは30倍という非常に重い粒子です。それに対してアクションは、0.00、これは僕が適当に0つけたんで当てたかわかりませんけども、非常に小さいと思います。で、ではこのそれぞれについて、ニュートラリーノとアクションについてどんなものか簡単にお話ししましょう。これはちなみにその最初にあったお台場の講演では話しなかったと思いますね。皆さんの体を作っている素粒子っていうのは一般にこういうものでできている。これは分類されています。これはこちらの方に、これの第4章に詳しく載っていますけども、第3章か3章か3章4章が、クォークと言われるものとレプトンというものができています。
で、それぞれ、種類は何で分類してるかというと、それぞれ何にどんな力に作用するかということから分類しています。例えばクォークっていうのは強い力に反応するものがクォークです。レプトンは強い力には反応しないものですね。で、電磁力が反応するのはレプトンの中でも、クォークすべてとレプトンの電子ニューオン、タウオン。そしてニュートリノは、電磁力も強い力も全く働きません。弱い力とあと重力はすべてのものが働きますので、それと重力というふうな分類をしたんですね。でこれらの粒子によって皆さんの体が作られます。一方でその先ほど働く力と言いましたけれども、力としては4種類の力が世の中には存在しています。でその4種類の力のうち、大事なのは媒介粒子というものですけれども、力っていうのは普通作用するときは、ある粒子を素粒子を交換することで力が働くんですね。これもちょっと今日は時間がないので詳しくご説明します。こちらの方に載っていますけれども、その、例えば重力であればグラビトンと言われるものをこう交換することで、力を働かせる。弱い力だったらウィンドゾーンというふうに、それぞれどんな粒子を交換するかによってその違いがあるんですね。で、ですのでここで4種類の粒子が出てきます。力4種類ですから粒子も4種類ということで、まとめますと素粒子は、我々の体を作っている素粒子、クォークとレプトン、ニュートリノ、レプトンって書いてあるけども、まあ、ニュートリノもレプトンですけどね。それ以外に、力を働かせる粒子、グルオン、フォトン、Z ボゾン、W ボゾン、そしてグラビトン、そして、質量を与える粒子、ヒッグス粒子、これもちょっと今回はちょっと省かせていただきますが、それこれなんでこの世の中である、この世にある全ての粒子が全てあると分かるんですね。ところでですね、素粒子の性質の一つで、こういうものがあります。素粒子っていうのは実は、まあ、いろんなところを飛び回ったりしてるわけですけども、その時に自転してるんですね。自転しながら飛び回ってるんです。で、その自転してるその自転のことを、自転というか自転の量のこと、角運動量のこと、スピンというものです。まあ、まさにスピンですね。スピン、自転そのまんまですね。で、このスピンの量がどれぐらいか、どれぐらいの勢いで回ってるかっていうので、その核運動量、量が決まっているんですね。で、この核運動量は、実はですね、ある決まった値を必ず取るようになってて、でその決まった値の単位として、プランク定数というのを考えます。で、プランク定数を 2π、π というのは円周率ですね。 2π で割った値、 h バーって書いてあるんですけども、この h バーの何倍かという何倍ですかというので、その核運動量をスピンの量を表現します。例えば、クォークであれば、クォーク、レプトン、ニュートリノ、これらは全て、この基本となる単位 h バーの半分なんです。2分の h バーだったらその最初からそういう2分の1とかしなくていいのを基本単位すればいいんですけどね。そう決めちゃったのでこうなってます。で、そして、力を伝えるものグルーオン、フォトン、ボゾンで、ただグラビトン以外、重力以外の力を伝える力は全て、この基本単位の1倍 H バーが入ります。そしてグラビトンだけが2倍の 2H バーになります。そういう回転速度、つまりクォークとかレプトンとかものすごい種類があるのに全部核運動量同じなんです。これもまた不思議なことなんです。そしてヒッグス粒子、こいつだけは自転していません。さて、そこでですね、こんなものを考えました。これをまた考えたやつがすごいなと思うんですが、物理学者はですね、ここに超対称性粒子というのを考えました。で、超対称性粒子というのは何かというと、実はこの今我々の世界に見えている粒子に必ずペアがいると、影のペアがいるんじゃない、そんなことを思いつくのか分かりませんけどね。そしてそのペアは全てスピンがその2分の h バーだけずれたスピンを持っている、そういうペアがいるに違いないと考えます。なんでそんな考えたかというと、実はその素粒子理論、素粒子の理論をずっと考えていく上で、これがないとどうもうまく理論的に説明できないということから考え出されたものなんですね。もちろんこんなん見つかってませんよ。一つとして見つかってます。
で、これはそれぞれあのペアになっているので、その相手の名前近いですね。例えばあのクォークの相手はスクォークとか、これはあのスーパーシンメトリーの S を使って S がですね、レプトン、スレプトンとかもちゃんと真面目つけたとは思えないような名前だったよね。で、グルーオンはあの力を媒介するやつは全部あの グルーオン、グリーノ、フォトン、ポティーノとかグラビティーノとか、ちょっとイタリア風になってると思うので、これイタリア人が好きだからです。で、こういうふうな感じで名前ついてる。で、これがあるはずだというんですね。なかったらちょっと理論的にうまくいかないので、ある。見つかってないけどあるんじゃないですかという。そしてこの、超対称性粒子のペアのうちのこの3つ、フォティーノとゼイノとヒグシーノ、この3つが実は、宇宙空間で存在しているときはこの3つが混ざった状態で実は存在しているというふうに考えられています。理論的にはそうなんです。見た人は誰もいませんね。その混ざった状態のことを、ニュートラリーノというふうな名前で呼んでいます。ニュートラリーノはちなみにだからニュートリノ のペアではありません。で、この3つがあの混ざった状態、ニュートラリーノ、これが実はさっきの暗黒物質の候補なんじゃないですかという。これは理論的に もちろん誰も見つけてないんですけども、理論的にあった方がいいと思われているので、あったらまあ候補なんじゃないのっていうのが宇宙いい加減なんです。ちなみに超対称性粒子っていうのは、宇宙の空間でないかなって探す以外ですね、これは加速器で作れないか、人工的に作る試みも行われています。これがあのセルンですね。セルンで、セルンではあのヒックス粒子というのを作るというのが一つの目的、大きな目的で、ヒックス粒子を発見するという。それと同時にこの超対称性粒子というのをあの発見するというのも一つの目的になっています。小説とかではなんか半物質爆弾というのを作ったりしていると思うんですけどね、あのそれはあの基本的にはあの目的、主目的ではないと思われる。あとはあのブラックホールを作るとかタイムマシンを作るとか、いろんなことをやってるところですね。あの小説とかによく出てくると思うんですけども、実際にはあの今やってることはあのその2つを作るのが目的になります。ヒックス粒子と超対称性粒子なので、それが見つかれば暗黒物質の一番の候補、これは あった方が自然な粒子なので、あの多分これが発見されれば宇宙にはまんべんなくあるはずですから、これが候補になるであろうと思います。もう一つでは、アクシオンについてお話しましょう。ちょっとこの辺難しくなっていますので、あの、これがもし仮に理解できなかったら全然構いませんから、さて、ですね、今から、CP 対称性ということについてお話します。これは物理の概念なんで難しいです。例えばね、C 反転というのを考えます。 C って何か、チャージ、電荷のことです。電荷というのはプラスとかマイナスのことですね。電気のことです。それを反転させるということを考えます。例えばプラスの電気を持ったものを、これは反転させるってどうやって反転させるの？数学的にするだけです。だからプラスのものを 反転してマイナスの電気のものにする。例えば電子というのがあります。電子はマイナスの電気を持っています。それを数法だけプラスに変えると、これは陽電子というものになります。こういうふうに数学上は何とでもできる。実際に陽電子というのは存在します。このように存在するし、作ることもできます。こんな感じで電荷を正反対に入れ替えることを C 反転と言います。一方で P 反転というのがあります。これはパリティ反転というのがあります。で、このパリティというのは何かというと空間配置のことなんですね。皆さんでいう左手と右手みたいな感じです。共造対象もうで、具体的に言うと 何のことを言ってるかというと、スピンを反対にしている。これは左側のやつは左回りのスピンです。そして右側のやつは右回りのスピンです。こんな風にスピンの向きを反対にする、これも数学的には簡単にできるわけですね。で、こういう風な感じの空間配置、スピンの向きだけを反対にすることを P 反転と言います。そしてこの CP 反転というのは、この同時にその2つを電気を反対にし、電気の向きを反対にして、かつスピンの向きも反対にするということです。つまり、例えば左側は、左スピン左回りの陽電子です。右側はスピン右回りの電子です。こんな感じでちょうど逆の、スピンと電荷がちょうど逆なものを言います。で、数学的には何とでもできるんですけど、これが何の意味を持っているかというと、実はこういうことですね。例えば、ね、そういう CP 反転したもの、
これで言うと左回りの左回転の陽電子と右回転の電子、これが例えば電磁力として電磁力のかかり方が同じかどうかを考えています。例えばこれ磁石の N と S の間に挟み込むんですね。これ空間反転してますから NS 同時に、これも NS も反対になってます。でこの時に、左側の陽電子と右側の電子がはどういうふうな力があるかというと、これスピン回転してますから磁場中で回転してると力を受けるんですね。でこれは言うと、こっち方向に力を受けるんですけども、右側は、スピンの向きが反対で磁場電荷の向きも反対で、磁場も全部反対になってますから、やっぱり同じように同じ大きさの力が働くんです。こんな感じで、電磁力に関してはこういうふうに CP 反転したとしても、この、電子と陽電子というのは同じ振る舞いをすると。この時に、電磁力に対して CP 対称性が成り立っているというふうな物理用語を言います。難しいですね。さて、じゃあ次、今度は弱い力についてこの CP 対称性が成り立っているかどうかを考えます。これは左側は陽電子、例えばね、右側は電子なんですけども、弱い力っていうのは何の力かというと、これもちょっと今回は触れませんが、弱い力というのは粒子を壊して別の粒子に変える力です。この時に例えばですよ、別の粒子に変わる時の寿命というものがあるんです。粒子というのは必ず寿命があります。ある寿命で壊れて別の粒子に変わるんですけども、この時が左側の陽電子と右側の電子で、仮に寿命が違ったとしましょう。電子と陽電子の寿命が違うと、もしそんなことが起これば、この弱い力に関して対称性が破れているというふうに言います。例えばね、電子と陽電子というのはちなみに宇宙よりも寿命が長いのでこんなことは起こらないですが、もっと寿命の早い素粒子であれば、そのある素粒子とそれを電荷が反対になってスピンが反対向きになったような粒子は寿命が違うことがあり得るんです。これが実験で観測されます。つまり弱い力は CP 対称性が保存されていないということが分かっています。さて、では、アクションの話なんですが、実はですね、強い力ではこの CP 対称性っていうのは完璧なぐらいよく保存されている。つまり強い力は粒子でも反粒子でも全く同じように作用することが分かっているんですね。実はこれは言ってみればそのすごい美しい対称形が成り立っているんですが、実は物理学者にとってはこれ 大きなものなんです。なぜか、それを説明する理論がないんです。この強い力を説明する理論は量子式力学、量子式力学という理論があるんですけども、その理論では別に対称性ではなくてもいいんです。こんなもの成り立ってなくてもいいんですが、なぜか自然界で測ってみると本当に成り立ってるのがちゃんと対称性です。同じように力があるで、これは実は大問題で、なんで大問題かというと、物理学者は理由が立たないものは信じない。実は自然界で偶然たまたまそうなってますというのは全く信用しないので、何か理由をつけようとしてで、これを話をするとですね、まだ時間も長くなるし難しくなるので、こんなアナロジーをちょっと持ってきました。これはね、理論的には保存される理由がないにもかかわらず、保存されているかもしれない。このプールテーブルアナロジー、これはね、僕が大学院生の時にこのアクシオンの理論をやってる人で一番当時有名だった人で、識兵衛さんという人がいます。識兵衛さんっていうのはアメリカの学者なんですけども、結構ね、体がこうごっつくて、ね、結構イケメンな感じの学者さんなんですけど、で、人がね、その先ほど その対称性が守られてないというものについて、こういうふうに説明をしたんですね。プールテーブルって皆さんご存知ですか？泳ぐとこじゃないですよ。あれは、これはプールテーブルっていうのはビリヤード台のことです。ビリヤード台っていうのは日本語であって、あれ、英語ではプールテーブルですね。で、このプールテーブルをはあれは皆さんビリヤードって行ったことありますか？僕は大学の頃はね、しょっちゅう行ってたんですけども、あそこあれっていうのはすごい置くのがすごい重要で、傾いてるとビリヤードにならんですね。ビリヤードの球がほっとって勝手にコロコロ転がってるんでビリヤードにならないんです。だからものすごい慎重にこの水平を調整しないといけないんですね。で、
実はこのプールテーブルを宇宙に見立てたんですね。宇宙の仕組みにこのシキリーさんは見立てたんですね。でこのプールテーブルの傾き、この水平からどれぐらい傾いてるかというその傾きを、この傾いてる角度、これをズレでシーターというように表します。シータってよく角度を表すのに使われるんですが、ここではその対称性の破れの量をシータで表します。でこの破れ具合を実験で調べることができるんですが、この破れ具合が実は、この理論からいくとシータは何でもいいんです。どんな値でもプールテーブルは適当に据え付けといてって言ったらもうどんな角度でも据え付けられるわけですが、ところが実験結果からいくと、もう驚くべきの精度でゼロなんです。これがだから理由が全くないっていうあれですね。なんでこのビリヤード台プールテーブルはきちんと据え付けられてるんでしょうか。驚くべき精度で。で、識別は考えた。実は宇宙はこんな形をしてないんだ。こんなビリヤード台こんな形じゃありません。そこで識別は考えたんです。自動的に勝手に水平を保つビリヤード台を彼は考え出した。固定されてないんですよ。ある視点でちょうど時計の柱時計の振り子のように下に振り子ついてるんですよ。で真ん中の視点があって、これだったら自動的に勝手にその振り子が勝手に動いてまっすぐなってくれるんですよ。だったら理由がなくてもいいじゃないですか。誰が なんでこんな宇宙は精度がきちんと会社を作ったかって、そんな理由いらないですよ。自動的になるんですよという、そういうような考えをしたんですね。まあこれ考えたら言ったら識別さんだけど、識別さんはこのビリヤード台の説明しただけで、これは元は南部陽一郎さん、ね、南部ゴールドボゾン、南部これそうね、ゴールドボゾン、ゴールドストーンボゾンですね、での理論で考えられたんです。で、こういう形をしてたら必ず真ん中にある水平になるから、これで強い力の対称形も納得できるんだっていう話なんですが、本当にこうなってるんですか。本当にってことね。やっぱり学者ですから、こう理論立てて終わりじゃなくて、本当になってるかどうか実験確かめてみようよというふうに考えるわけですね。皆さんじゃあこれどうやって確かめますか。一つはね、これです。本当にビリヤードでやってみる。ビリヤードでやってみるとね、何が起こるかというと、球がもしこんな視点で支えられているようなビリヤードでやると、ボールがカーンと端っこに当たった途端に揺れ始めるんですよね。つまりビリヤードをやって揺らしてみようよと、この宇宙を、ね、そして本当に揺れたら、あ、こうなってるんだと、左側の形じゃなくて右側の形になってるんですよ。考えるわけです。この揺れのことをアクションと呼んでる。揺れがアクション。そしてこのビリヤードを突くというのが、これが加速器の実験。つまり加速器を使ってアクションを人工的に作るということが、このビリヤードを打つということに相当しているんだというふうに識別さんは説明した。こんなこと考えられたと思いますけどね。で、この実験はずっと昔に 何度もやられました。70年代、80年代ずっとやられましたが、ついにアクションは見つからず、見つからなかったんです。アクションで考えた。で、あ、右側間違ってるとは考えなかったですね。右側は間違ってるんじゃなくて、多分揺らす力が足りなかったんだろうと考えます。もしこのビリヤード台が非常に長い腕がついてて、重りがめちゃめちゃ重い場合は、こんなちょっとやそっと玉突きしたぐらいでは動かないでしょう。それだ、我々の加速器が足りなかっただけなんですと考えたんですね。じゃあこの場合はどうするか。もう一つ手があるんです。それがこれ、宇宙。最初これは当然ながらビリヤード台どっかから買ってくるわけですね。ビリヤード台屋さんから買ってくるわけですけど、それをじゃあちょっと据え付けてって据え付けてもらうので、もうでこれは調整する必要ないですから、その買ってきたお店に今度置くだけでいいんですけども、置いたらやっぱりどんなにそっと置いても揺れ始めるんですよね。必ず置いた瞬間に。でもしこのビリヤード台が非常に長い腕がついて重りが重かった場合は、最初に置いてからしばらくずっと揺れ続けてるでしょうということです。つまり宇宙でいうと、宇宙が最初にできた時、強い力が宇宙に生まれた時に、その揺れがずっと残ってるでしょ。そして彼ら計算した、つまり実際にその加速器で作れないぐらい長い腕で
重い重りがついている場合には、宇宙ができて百何十億年経ってるけど今でも揺れ続けてるはずだという計算に結論に至った。つまりどういうことか、今でもアクシオンが残ってるはずだと、宇宙に最初に作られたアクション、これが宇宙アクション、コスミックアクションと言われるものですね。でこれが宇宙初期に作られたものが残ってるはず、これがダークマターになるんじゃないですかという感じですね。さて、で、暗黒物質の話を、候補にしましたが、さて、それをどうやって見つけるかということで、正体不明なのをどうやって見つけるのかという話をします。で、先ほど の、まあ、ウィンプにせよ、アクションにせよ、まあそうかなと思ってるだけで、実際には暗黒物質で何か分かってないですよね。でそれを分かってないものを見つけるというのは そう簡単じゃありません。で、それがこれなんですね。何にもわけわからないものは見つけられないので、何かということを推測して観察することが必要なんです。それがだから先の話なんですね。一つはウィンプ、つまり質量の重い何か、ニュートラリノとかそういうものだと考える。もう一つがアクシオン、一つがウィンプですね。でウィンプの場合は質量が重い何かなので、原子核、原子核というのは、まあ、我々の体のところでも入ってますが、それとぶつかったら重いだけにその原子核を動かすことになるだろう。それで測ってみよう、その衝突を利用しようとするんですね、重いから。そうすると測れるんじゃないかと考えます。一方でアクションだと考えた、推定した場合には、アクションというのは磁場中で電磁波に変わるということが性質なんです。ですのでその電磁波を捉えたらアクションが見つかるとか、こういうふうにそれぞれ、まあ、ウィンプだった場合、アクションだった場合というふうな仮定を立てて、そのそれぞれに適した方法で探索しようというわけですね。で、暗黒物質の強みは、さっきも言ったように宇宙にまんべんなく広がってますから、わざわざ加速器で作る必要はない。なくて、至るところにあるから見つけ放題というわけですね。で、それぞれ実験装置のあれがあるんですが、僕がノートの話してたら時間が来ちゃいますので、ちょっとこれは飛ばしますね。ちょっとこの辺はここに残ってますので、で、ですね、暗黒物質は果たしてあるということなんですけども、暗黒物質っていうのは、単にその辺に何かあるというわけじゃなくて、さっきも言ったように、その薄いけれども広く広がっているおかげで、宇宙全体に重力という非常に大きな力を及ぼすことになるわけですね。で、そのおかげで、星の動き、さっきも言った星の天体の動きとかを支配する力を持っているわけです。だから、実はその宇宙っていうのが、例えばこれ宇宙の大規模構造っていうのは、これはこれの第2章と言いますけれども、ビッグバンですけれども、宇宙の今現在のこの星の形、銀河の形、銀河団の形、こういうものが暗黒物質の重力によってこんな形を作られたっていうのが大体作られたんだろうと考えられているんですね。で現在ではですね、星がどういうふうにその集まって離れて、それでこの今の形になっているかっていうのをシミュレーションすることができるんですね。コンピューターの力が非常に発達してですね。でそのシミュレーションを使うと、暗黒物質がどれぐらいの量でどういうふうな分布してたら今の形になるかっていうのをまずシミュレーションできるんです。でそれによると、暗黒物質っていうのはものすごい重要な、やっぱりこれがなかったら今現在我々は存在してないということになる。つまり地球のような物質が固まったものの状態のものは作られなかったんだろうというふうなことまで分かっています。決定的な役割を果たしたということですね。でそのシミュレーションによると、暗黒物質がどんな割合の量で、そしてどんな感じのものがあればいいかというのも分かる。さっき暗黒物質2つ種類あるという話をしましたけれども、一つは非常に高速で動いている、速く動いている暗黒物質、もう一つはゆっくり動いている暗黒物質、どっちの方がふさわしいかというのもこのシミュレーションによって分かるわけです。これがどれぐらいの割合なかったら今の姿にはならないかって感じですね。一方で素粒子論から、素粒子論を、いろいろ勉強するとですね、現在我々の体を作っているような普通の陽子とか電子とか普通の、クォークやレプトンが宇宙にはどれぐらいなくてはいけないかということも大体計算することができます。そういうのからですね、宇宙の構成要素っていうのを全て現在では計算することができるようになっています。で、これが円グラフで書いてありますけども、100% のうち、実は
我々の体を作っているような普通の物質っていうのは宇宙全体のたったの 4% 程度しかないことが分かっています。だから実は宇宙暗黒物質の最初の説明とか、暗黒物質は何かという説明をするときに他の目に見えない天体が光ってない天体がどうのどうの言ってますが、そんなものは全然説明できない。それ全部合わせたら 4% しかならない。一方暗黒物質は、実は熱い暗黒物質、つまり速く動いているニュートリノのような暗黒物質は 1% 未満、実はない方がいいんです。で、速い暗黒物質が あるとこんな形にならないらしいです。今の天体みたいな形になるんです。そして、冷たい暗黒物質、ほとんど動いてない暗黒物質は、23% 必要なんです。さて、あれ？これおかしいですね。今まで話した中で 100% になってないですね。途中で。実はですね、ここに黒く塗ってるところ、4分の3は実はもっと得体の知れない。今まで話した暗黒物質も結構得体知れなかったです。それ以上に得体知れない、なんと暗黒エネルギーっていうのが4分の3だって言われてる。 ね、困りましたね。もうそろそろ公演終わろうかっていう時にですね、いきなりなんか話したことないものが出てきたすごいですね。だからね、なんか話した連続ドラマの最終回になんか犯人が出てきましたっていう感じの話ですね。つまり実はこの暗黒エネルギーという、実は暗黒エネルギーはね、正体ですが何か、さっきの暗黒物質だったらニュートラリーノだとかアクションだとかまだ理論的に考え出されてるものです。ところが暗黒物質はエネルギーは全くわからないものだ。そういう得体の知れないものが実は宇宙の大部分でしたという恐ろしい結論ですね。つまり宇宙はですね、暗黒エネルギーによって実はね、この絵をずっと公園で出してたんですが、これさすがに丸すぎだろうっていうことで編集者なので、イラストに変えられてるさて、ですね、でちなみにですね、この、ラムダ CDM モデルっていうんですが、このラムダ CDM って何か、 CDM っていうのはコールドダークマターです。つまり冷たい暗黒物質、これは冷たい暗黒物質とラムダによって作られている、宇宙が作られているという意味です。で、ラムダって何ですかというと、このラムダ、これ実はですね、このアインシュタインの、宇宙光という話があるんですけど、これもこれの2章で出てくるんですけども、アインシュタインがですね、最初このアインシュタイン方程式という一般相対性理論に出てくる方程式を語ってた時に、あることを周りから指摘されたんです。この方程式は重力しか書いてない。重力って全部引っ張る力ですよ、引力ですよ。ということは宇宙っていうのは全部引力だけだから、全てやがて一箇所に固まっちゃうんじゃないですかっていうような指摘をした人がいたんです。ほんなら、そしたらですね、アインシュタインはそれは困るということで、彼は宇宙光という反発する力を勝手に式に入れたんですよ。ほんなら根拠なんかないんですよ、適当に入れたんですよ。で、これで釣り合って宇宙はちゃんと安定してるんだっていうふうなことを言ったんですが、実は後で人生最大の失敗だったこんなわけだからもう入れるんじゃなかったと思うんですね。そして後の人、アインシュタインも含め後の人は全てこの宇宙光というのはもうなかったことにして、全て計算して、さっきの重力レンズとか全部計算してたんですが、実はだら、実はこの暗黒エネルギーというのはこの宇宙光のことなんじゃないですかというのが最近言われている21世紀になって、どうもそうらしい。つまり宇宙光はなんと21世紀になって彼に復活したんです、ね、アインシュタインも胸熱な感じところがアインシュタインはもう信じてますけどね、知らない、本人知らないですけどね。ここで先ほどの話を思い出します。ティコブラエというのは、さっき年収資産を考え出した人です。で、この着想は天才的だったんです。ところが測定するその観測の方の精度が足りないために全く逆の結論が出ます。これは、アインシュタインに実際言えるので、最初その暗黒エネルギーとかそういうものが全然わけわからなかった時代にはとんでもない高等のけな話だった。ところがそういうものがだんだん科学の技術が進歩していったときに、実はすごい素晴らしい着想だったというふうに、あっという間に逆転されることもあり得るということですね。だから実は今科学っていうのはいろいろ皆さん今の技術で分かることで今体系として認められている。で、これは高等向けです、これはいい感じだと思うんですというのでまとめられているけれども、ひょっとしたら高等向けとして切り捨てられたものでも
後々の技術でもっと観測技術、実験技術が上がってきたら、あ、こんなものがあったんだっていう感じで再び脚光を浴びる、華麗に復活するものがあるかもしれないということですね。それがまあ一つの科学の面白いところでもあると思いますね。それで、あ、だいぶ時間も来ましたね。あの実はですね、あの暗黒物質についてあの山の話もありますが、あの、まあ、これはちょっと次回、次の話をしましょう。ということで、あの、一応、もう時間もあれなんで、一応言いますが、ここで、あの、この僕も後書きとかにもちょっと書いてるんですけども、実はね、今科学でここまで分かったっていうのを一応最新の状態をここには書いてつもりです。でもこれ出版ですから、で実はこれ去年の9月ぐらいに講演終わってたんですが、僕が構成とかノルマをしてたので今発売になったぐらいなので、あの1年近く経ってるおかげであれなんですね、あの新たな観測事実が出てすっかり変わってる可能性もあったんですね宇宙の構成比とか微妙に変わってたりするんですけども、実はねそういう数値データ自体はそれほど重要ではないんです。さっきも言ったように観測技術がどんどん上がっていると精度が上がってどんどんこの数字なんか書き換わるんです。大事なのは考え方なんです。先ほどのチコティコブラーエ の, あの年収資材、アインシュタインの宇宙光じゃないですけど、あくまでも考え方なんですね、はい、ですからこれっていうのは宇宙はこうなってますっていうのを書いたというよりかは、これまでその歴史上のいろんな物理学者や天文学者や人たちがあのどういうふうにして宇宙を知ろうとしてきたか、その努力、どんな考え方でその宇宙の姿を追い詰めてきたのか、それが書かれているんだと思います。ですからあの実際宇宙の姿っていうのはこれを見てもというよりかはこれを元にして、あ、こういうふうな考え方があるんだなと知った皆さん自身がですね、今後その宇宙の謎を解き明かしていくような立場になる、そういうのを期待して作ったと思います。でちょっとまああの歯切れの悪い終わりになりますが、質問の時間もありますので今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。少し15分くらいあのちゃんと余裕を持ちましたので、あの質問があればあの何でも全然関係ない質問に、はい、質問のある方いらっしゃいました。僕はよくこういう見学とかで、あの僕はあの小屋根県なんですけどね、で見学来る人とかいて、その一番聞かれる質問は本当にここの職員なんですかっていう質問そうなんですか。その次はね、あの金髪にしてますけど、まあ、あのどれぐらいの手入れしてますかとか、ね、そういうこともよく聞かれるんで、別にそんなんでも構わず何でも聞いてください。何人いる学生の方が5時から待たれてもし何があれば聞いてみたいですか。そうですか、どうもありがとうございます。だから、ね、僕なんか来たのはあの7時からに来たので申し訳ないですねあの、ありがとうございます。で、北谷にはこの話だったので、ちょっと何ですか、何でも聞いてみてくださいでしょ。はい、どうも。じゃあ、すみません。アインシュタインの宇宙光を、はい、何だと、何かなって、何か思ってたんですかね。いや、思ってなかったです。全く分からないけど、とにかく、そうです。資源というのがある。それがないと、成り立たないからな。数式を成り立たせるためにはみ込んだだけで、そうです、そうです、数学的な遊びだったんですね。だから後ほど、それ何やろうって突っ込まれた時に、あ、これは答えられない、人生最大の過ちですというふうに言ったんですね、はい。僕ね、はい、ちょっと違う、さっき空間の歪みの話があったんですけども、はい、空間の重力を空間の歪みで、はい、今説明しますね、はい、相対論、はい、それでヒュージョン理論は、はい、グラビトンっていう原子粒子で説明しますよね。そうです。で2つの説明は全く別なことの別な説明をしているように聞こえるんだけども、非常に素晴らしいところに気がつきましたね。実はですね、これはいずれ必ずですね2つの理論が矛盾なく説明できるように統合されなきゃいけないんです。ところがされてないんです、今のところですね、重力というのとそれとそういうあの素粒子論というのが統合されるというのはものすごいいろんな学者が頑張ってやってるんですけども、まだ完成していません。
で、実は最も難しい仕事になります。じゃあどちらかが正しくて、どちらかが間違っているということじゃなくて、はい、両方とも正しい、そうです、というふうに理論が できるというか、そういうことですね。つまり例えばあの星とか天体とかそういう大きなスケールではあの一般相対性理論が驚くほど合ってるわけですね。一方で素粒子という狭い世界では、ちっちゃな世界ではその素粒子論が驚くほど合ってるわけです。でもその2つはもともとは同じ世界なんだから、ここからここは違う理論ですというわけではないので、いずれその両方が共通できる説明はできないといけない。でそれをまあやるために、いや物理学者さんたちは多分頑張ってる、ニーチェは頑張ってるんですが、いまだに成功してないんですね。はい、ありがとうございます。またいいですか。あと大変面白い話をしたいと思います。先ほど銀河が出てきまして、でその実はその銀河の光ってる部分以外 この丸い部分があるっていうことだったんですけど、あの写真を見ますと、その後ろの方にありますし、銀河とか、 なんか星のなんかこの見えていたんですけど、ということはその透明なものということですか。簡単に言うとですね、さっきも言ったように薄く広がっていることがポイントなんです。さっきも言ったように地球ぐらいの質量を集めても500グラムしかないです。つまり薄いすぎるために透けて見えてるんです。でも空間としてはものすごい広い空間なので、全体の量としては実は光ってる部分の10倍ぐらいの重さがあるんです。で密度が薄いために透けて見えてる、そういう答えです。あ、それともう一つあるあれなんですけど、何もないところ、まあ、真空といいますか、何もないところというのは、そこには全く何もないのか、それとも何かがこの詰まっているというか。実はですね、それも非常にいい質問で、もともと真空というのは真の空ですから、空ですから何もないはずなんですけども、実はそうじゃなくて物が詰まってるんじゃないかっていうのが素粒子論の考え方なんです。でそれのずっと行き着く先がですね、先ほど の謎のエネルギーなんですね。真空のエネルギーと素粒子を呼んでます。でその真空のエネルギーというのが、実は真空というのは空じゃなくてエネルギーがいっぱい詰まってるんですよ。でその真空のエネルギーが実は先ほどの宇宙光暗黒エネルギーの正体じゃないかという話、推定まで今はされています。何の確証もないんですけど。でそれもそういうふうに考えた方が素粒子論は考えやすいということなんですね。はい、どうもありがとうございました。すみません、申し訳ないんですけど、全く理解できなかったんですけど、申し訳ないです。すみません。昔私宇宙は膨張しているって聞いたような気がするんです。え、そうです。宇宙は膨張しているんですか。え、その通りです。で宇宙は、広がっていることが分かっています。それで例えばアインシュタインがさっき言ったやつで、もし重力だけだったら一箇所に固まってくちゃっと潰れちゃうじゃないですか。それの答えはアインシュタインはだから総力反発する力があってという説明だったんですが、実はその説明は間違ってて、宇宙が広がってるから落ちてない、我々は一箇所に固まらないんだという理由の答えです。どういうことかというと、ちょうど、ね、ボールを投げることを考えます。ボール重力がかかっている状態でも、上向きにボールを投げたら例えばちょうど重力に反発して上に上がっているように思いますよね。我々はちょうどこの状態にいる、この上がっている状態でも重力としては引っ張られる方向にかかっている、一箇所に固まるようになる。でも誰かが最初投げ上げたおかげで、ずっと今まだ飛んでいる状態で、だから宇宙は飛んで広がっている、離れていっている、膨張している状態になっている。でその膨張の証拠になったのはこれはエルヴィン・ハッブルというんですが、最初ね、先ほどのドップラー効果を調べていたんです。でドップラー効果を知って、ドップラー効果とかスペクトルを測ったんですね。それでそのスペクトルが調べることによって、宇宙が遠ざかっているか近づいているか、天体が、それが分かってきたら、実は全ての天体がおおむね遠ざかっている方向だっていうのが分かったんです。つまり広がってるんだ。
ビッとしたその暗黒物質なりそのもう見ちゃうものがあるとして、はい、そうするとその先のものがなんかその膨張してるっていうのはなんか飛膜のようなものになってですね、それがこう広がっているようなイメージなんですけれども、はい、宇宙の先の世界っていうのは何なんでしょう。宇宙にはね、先はないです。これはね、実はね、三次元というのはものすごく人間はイメージしにくくて、二次元だったらイメージできるんです。僕もね、実は三次元のイメージできないんですけど、例えばね、二次元でどんなものを考えますか。地球の表面を考えます。地球って果てがありますか。果てないですよね。いや、まあ、よくあの地の果てみたいな表現すると失礼な言い方をしますけれども、あのどこにもあのどんな田舎だろうが辺境だろうが果てではないんです。あれは一周したらぐるっと回ってくる、戻ってくる、果てがない。でも有限なんですよね。面積は何平方メーターという表現に有限だけれども果てがない。これが三次元のように成り立っているものだか宇宙だと考えられる。つまり果てはどこにもないだけれども、あの有限で何か値がある。で、だから橋がないんですね。止まる。で、それが三次元でイメージしろと言われたら僕もできません。申し訳ないです。あ、どうもありがとうございました。宇宙の観測とかがなんかそっちの専門の方と物理の専門の方で、なんかその宇宙の大きさを計算したらなんか違ったみたいなことが聞いたんですけど、他にもなんかその違う分野で勉強していることで、なんか宇宙においてなんか違う見方に違う見解があるみたいなことってあるんですか。ね、多分ね、見解には違いはない。大筋では合ってるんだけど、その要するに数字が違うわけです。それは例えばその宇宙論という理論で考えた場合と、宇宙の観測、例えば膨張速度でやった場合と、それが違うんですけども、それはね、すごく簡単に言うとね、宇宙の天体の観測って大雑把なんです。簡単にそんなに実験室の中の実験みたいにものすごい精度で決まるものじゃないです。いろんな、これがこうだった場合、これがこうだった場合、過程とかもいっぱい入ってるんです。だからあのそれこそ先ほど言った観測精度がどんどん上がっていって、技術が上がっていくと、そのそれぞれの2人の全然違う分野の人が出した結論が最終的には同じ値になると思ってます、うん。ちなみにあのさっきあの暗黒物質の割合が何パーセント何パーセント出しましたけど、これっていうのはあの僕がね、大学院生の頃です、だいぶ前の話ですけども、その時にあの、まあ、ある程度の観測のデータが出たので、有名な物理学者、宇宙物理学者の人が、マイケル・ターナーという人ですけども、この人が、宇宙 の、 あの構成比が最終的に決定されたっていう論文を書いたんですよ。で、先ほどの値と全然違ってます。つまり、精度が上がればどんどんああいうのは変わってくるんです。で、そのうちではいろんな分野で、それぐらい今は宇宙の観測っていうのは、ね、非常に精度が良くない。で、それは当たり前で、先ほど言ったけど大気の影響があるから外に打ち上げたら全然違うものが見れたぐらい違うもの。皆さんね、あの宇宙って、皆さん簡単に宇宙がどうのこうの、宇宙飛行士がどうのこうの言いますけど、宇宙にはある限られた20人程度の人しか行ったことがないという人。つまりアポロ計画で月に行った人以外は宇宙に行ってないんです。で、宇宙飛行士の人って、そんなこと言ったら宇宙飛行士の方も怒られるかもしれませんが、あの人らは人工衛星に乗ってるでしょ。重力圏内にいるんですよ、あの人たちは。つまり宇宙になんて行ってないんです。人類の60億のうちの60億人ほぼ全員は宇宙なんか行ってないんです。で、その地球にへばりついてる我々が地球から推測してるにすぎない。だから宇宙に行ったら多分もっと精度が全然違うものが多分観測される。それで先ほど言ったちょっとそれぞれ違う値が出てるものが綺麗にあのまとまって統合されるような正確な値が出ると僕は期待しています。ありがとうございました。はい、さっきお話した新事故と、はい、その観測体制の大きい、はい、っていうお話なんですね、はい、あれがお互いに力を矛盾するという、まあ、そういう中の方になりますけど、はい、それを、まあ、統合させるために、まあ、ひも理論とか、はい、そっちの方で、はい、まあ、
かよくあるんですけど、はい、あれで、はい、理論的には何あの10次元が11次元まであるっていう話になってて、はい、それってどういう次元ってどういうふうにイメージされてるんですか、全くイメージできなくて。そうですね、11次元だって言われてもね、3次元でもいまいちちょっと分からないんだけど、これね、例えばね、これありますね、このテーブルですね。これはね、立体的なものです。で、3次元の立体ですね。これを非常に遠くから見たとしましょう。遠くの方から見ました。そしたら1本の線に見えるんですよ。つまり1次元に見える。こんな縦横の方向の厚みなんていうのは感じることができない。で、今その11次元とか10次元とか言われてるのは、すごい素粒子ぐらいの小ささになると、その次元の構造はあるけれども、一般の我々の生きているのではその感じないぐらいの小ささ。ちょうどこれを遠くから見たような、これが非常に細いケーブルであるように見えているだけなんだと。だからこれをちっちゃい小人さんが見たら、ここがでかい3次元だというふうに感じるに違いないというのが、まあ、彼らの説明ですね。で、我々は小人になりませんから、生涯その11次元、10次元を感じることはないです。宇宙関連の本で、はい、この先になんか読んだ方がいいかなとかいう本とか、はい、あとは例えばおすすめの SF 小説とか、はい、ヤマトとかアニメみたいな、そういうものがあったら教えてほしいです。難しいと思いますね。あんまりね、宇宙の本とか物理の本読まないと思うんです。昔から子供の頃からそういうの一切読まない、科学とか興味がないと思うんですけど、ね、今これ仕事だからこういうのやってるんですけど、ヤマトはね結構面白いです。よく考えられてるところが面白いと、あとね、僕はね、おすすめはね、この宇宙のやつではシュタゲ、シュタインズゲート、あれはね、なかなか面白いものがあります。で、これのシュタインズゲートは、これのね、うちのタイムマシンの話が出てくるんですけど、これの第一章出てくるんですけど、あのタイムマシンの話を見ながらシュタインズゲートを見るとすごい楽しいです。あれは名作ですので、なんていうのかな、いろいろ細かいところで言うとツッコミどころいっぱいあるんですけども、まあ、そういうのを俺は置いといて、ストーリーとしては、ね、非常によくて、最後だからすごい感動するイラストになってますから、おすすめしますね。で、それに限らずね、最近 そのアニメっていうのはようできてるんですよね。よくできてる、で、よく調べてるからですよね。で、だからそういうのを見てると、で、さらにそれを見て勉強なんかすると、逆にツッコミどころっていうのもよく分かってくる。そういうのを突っ込みながら見るっていうのが楽しいって思いますよね。僕なんかよく友達とそういう話をしてる、友達はこうアニメ好きな友達多いんですけど、そんな話してると僕はいろいろ突っ込むわけですよ、物理学者としてね。突っ込むと、お前と見てると面白くないって言われますけどね。そういうのもまあ見方として楽しみながらですので、ぜひ見てみてください。ありがとうございました。女性の方で誰かいらっしゃいませんか。何でも見てくださいませ。じゃあ、はい。楽しいお話ありがとうございました。素粒子が今の段階で多分一番小さいものってアップとかアプターを動かせたものと思われていると思うんですけども、はい、本当にそれが、最後の素粒子と断言できるものなのでしょうか。いや、それはね、今の科学ではでは。なので、実はですね、素粒子っていうのは、最初に素粒子って名前つけたのは、いや、クォークとかああいうのじゃないんですよね。もっとクォークよりも次のもう一つ大きい階層のものを素粒子ってつけちゃったんです。そしたら、実はその中身がありました、クォークでできてましたとか言った時に、あ、これはまずいということになったわけですね。だからクォークってちなみにあれですよ、鳥の鳴く声なんですね。ああいう意味のないものを言葉を使ってるのは、これ基本粒子とかいう名前つったら、実はその中身ができましたって言った時に、お前中身あれやろ、基本粒子じゃないと突っ込まれるのが嫌だから、あれはクォークというわけのわからない名前つけてるんですけども、多分その中身っていうのは多分あるんですよね。というのは、素粒子っていうのは今さっき出てきたように種類いっぱいあるじゃん。物理学っていうのは、ね、単純なのを好むんです。だから単純なのを好むために、あんな種類が多いものでできてるっていうのはあんまりいいと思わない。だから実はあれは何個かのもっと基本的なものが組み合わさって種類になっているんだと。それでちょっとこちらご質問ありました、紐理論なんていうのは、紐は一種類だって言ってるわけ
一種類の紐からすべてのものができている。その紐が振動する、その振動の仕方がクォーク、アップクォークだったり電子になったりニュートリノだったりしてるんだという、そういう細かいなという説明までしてるわけですね。だから多分中身というのはまだあるんじゃないかと思います。ありがとうございました。はい、じゃあどうもありがとうございました。